とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は初めてモッドに挑戦していきたいと思います。今日やるのが、ナイトメアモッドっていうやつらしいですね。難易度が爆上がりしてるモッドらしいんですけども、どうでしょうか。とりあえず、行ってみましょう。エリクサーを使ってくれると助かるみたいに言われたんですよね。どんな感じなんだろう。愛のメダル？おお、ちょっと待って、愛のメダルかなんかないと難しいのかな？多分、うん、クリアできないぐらいの難易度になってるんでしょう。これ矢が全然足りなくない？矢がなんか全然足りない気がするんですけど。おーおお、なんか俺めっちゃ減ってる。なんでだ、なんかすっごいダメージ受けたんだけど、なんだろうね、トゲかなんかのダメージを受けたのかな。危ない！なるほど。あ、これでね、生き返らせるための、はい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 、影の武竜か。そういうのがないとダメなんだな。あ、わかったよ。洞窟内とりあえず侵入できましたね。あれ、え、何があってんの、何が起こってるのかさっぱりわからない。え、なんだこれわかんない。一体何が起きてるのか全くわかんないですね。なんだこれ、これはもうめちゃくちゃ安全に行くしかないよね。これむちゃくちゃ安全に行くしかクリアする方法はないのでしょう。いや、これぐらいの難易度になると愛のメダルってものすげえ重要なのね。うん、これ HP がもうほぼほぼなんだろう、2パンぐらいで死んじゃうんで、なんでも良さそうね。うん、これサプライギフト入ってるやつを使った方がいいのかな、の方が貢献できそうな気がする。キャプテンはなんとかね、ダイナモ20で叩いて毒でねダメージ与えていければ、まあまあまあ減るには減るんでいいんだよね。よし、で多分ね、難易度が高いからだろうね。あの経験値がすごい。まあまあ、ここ抜ければもうボス直前なんでいいでしょう。マジか、ちょっと待って待って、あぶねえ。生き返らせます。巻き添え食らった。これは厳しい。あと一回やられたら終わりだもんね。わ、愛のメダル素晴らしいんだな、本当に。ボス絶対きついな。対策別にないね。まあ、とにかく、サプライギフトで矢を出しつつ、エレメントのカバンで影化を出して、いくってことか。OK。では、行きましょうか。おお、マジか1億4000万でそんなもん。このちょっと待って、ダメージエグすぎる。あぶねえ、こいつはエグいぜ。あーあー、それでは、ここ、はてなはてなはてな、
行ってみます。ここだったらね、遠距離系がいないので、まあまあちょっとはマシでしょう。食らえば死ぬけどね、食らえば間違いなく死ぬ。おいマジでか。いやでもね、レベルアップ早い。あぶねえ、レベルアップがね、鬼のように早いね。そりゃそうか、そんだけの難易度だからね。じーだ、そのダイナモで死なないっていうのがおかしいもんね。頭おかしいぐらいの HP だわ、ほんとに。よし、OKOK。でもまあ、ここはね、ちょっと楽しんでいけそうな気がする。トゲだ、トゲだ、そこそこにトゲがいます。ありがたい。もうトゲいたらもうどうしようもない。あ、オッケーオッケー、ありがたい。ちょっと待って、タイデンもいない。そこタイデンいるよね。よし、これほんとエリクサーのカバンがね、うおーい、強いこと強いこと。うおー、ちょっと待って、えぐすぎない？そこに大電がいるっていうのがさ。 OK、 ボス来ましたね。行きましょうか。ちょっと待って、パワーポーション欲しい。プラスこれでダメージ入る？え嘘でしょ。ちょっと待って、こんだけしか入らないの？ひどくねえか。でもまあまあ動きはわかるからね、対応はしやすいけど、いや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 、ダメージがミリすぎる。これ確実に20当てていかないと、とてもじゃないけど20当ててこのダメージだよ。え、これドラいる？これドラ使ったらいいか。マジでダメージ全然与えきれない。多分ドラ、あ、いやドラは使ってないのか。そうね、ドラを入れる余裕がないもんね。一回やらせます。ドラの余裕がね、もう少しでーす、頑張ろう。ちょっと待って、本当にえぐない？こんだけかよ、20でも。本当によう、ここまで来たな。実際のところ、もうね、5分以上戦ってます。5分以上戦って、ようやくこれ。くらい！もうちょい！あと待っとくだけでいけるか？いけ！よっしゃー！おー、レベルアップ。厳しかったー。強すぎだろ。はい、ということで今日は初めてのモッド、ナイトメアやってみました。とんでもなかったね。多分、あれじゃない？敵の HP が 200% ぐらい上がって、自分の攻撃力が 60% ダウンしてる状態。さらに、敵の攻撃力も 180% とか上がってるんではないでしょうか。もうとんでもなく難しいクエストでした。まあクリアできたんで最後は良かったですね。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。